アラケタールコメスタン、皆さんこんにちは、エミコです。今日はペルーの治安と安全対策についてお話しします。実は先日カフェでお仕事をしていたらお財布を盗まれてしまいました。後からお店の防犯カメラを見せてもらって分かったんですけど、リュックからファスナーを開けてお財布を抜き取られてました。全然気づきませんでした。たまたまトイレに行こうと思ってリュックを持ったらリュックが軽かったんですね。そこで気づいて、よく行くカフェなので店員さんに急いで相談をしました。さすがペルー人ですよね。とりあえず銀行のカード止めって言われて、急いでアプリ開けたらすでに不正使用がありました。たった15分くらいの出来事でした。ペルー在住歴合計8年、海外在住歴は11年以上、バックパッカー時代も含めると30カ国以上をね旅しましたけれども、本当に初めての経験でした。ボールペン1本、リップクリーム1本なくしたことなかったんですけどね、ショックですよね。お金とか金額云々よりもね、やっぱりね、やっぱ心に行きますね。すごいショックを受けました。今回の事件を通して警察とか銀行の人とかカフェの人とかたくさんの人から話を聞いてですね、いろんなことを教えてもらいました。今この動画を見てくださってる方は実際にスペイン語圏に住んでいたり、スペイン語圏への旅行を計画されてる方もねいると思います。この経験を無駄にしないために、私にねできることって何かなっていうのを考えて、一つ動画を作ることにしました。私の動画を見てくださってる皆さんが楽しくスペイン語圏に滞在できるように、旅行後を楽しめるように思いを込めて作っております。改めてペルーを含むスペイン語圏で注意すること、もし何かが起こってしまった時にどうすればいいのかっていうことをまとめてみました。私の Facebook とか Instagram にはですね、よくペルーの安全事情についての質問が届きます。例えば、ペルーのどのあたりの宿が安全ですか、どのあたりに住めばいいですか、スペイン語全然できないんですけど一人で行っても大丈夫ですか、などをはじめとして、中には怪しげなアヤワスカのツアーのリンクを送ってきて、これって安全ですかって聞いてこられる方もいます。厳しいことを言うようですけれども、一人で決断できないのであれば一人旅はやめた方がいいです。ガイドブックにはペルーのリマのミラフローレ地区は比較的安全と書いてますが、実際今回私がお財布を盗まれたそのカフェはミラフローレス地区の中心地であるケネディ公園から歩いて3分のところにありました。自戒を込めて言いますけれども、何も起こらないという意味ではないんです。外国人旅行者が多いからこそ、外国人旅行者を狙う犯罪というのも実際にあります。もし個人で旅行するのであれば、全ての責任を自分で負わないといけません。誰かにここは安全だから大丈夫って言って安心させてもらおうと思ってる時点で、南米はやめた方がいいです。仕事で来られてる方って組織に守られてますし、何かあっても相談する人っていますよね。でも個人の場合って全て自己責任なんです。それくらいの覚悟をまずは持ちましょう。ペルーをはじめとする南米でも物価が上がってます。普通のレストランに行けば日本よりもペルーの方が高いです。ドリンクを頼む文化であるっていうことと、チップを含めば軽くランチをしただけでも2,000円〜3,000円くらいかかるということはザラにあります。2019年頃は300円くらいで食べられていた地元の定食屋さんも、現在は600円以上かかることがほとんどになりました。日本の半分くらいで生活できる、南米は安いっていうような時代ではなくなりました。家賃もどんどん上がってます。同時に安いエリアというのは存在しますが、年々治安は悪化しています。この差のことをスペイン語ではデスイグワルダと言います。格差という意味です。なので、安いからっていう理由で宿を選んでしまうと、危険なエリアだったりセキュリティ対策が甘いっていう可能性が上がります。とはいえね、高いからって大丈夫かって言ったらそうでもないんですよ。レストランもね、高いから美味しいかって言われたらほうでもなくて、ホテルも高いからセキュリティしっかりしてて綺麗かって言われるとそうでもないんです。これはほんまに難しいですよね。経験が必要です。正直言ってね、日本の旅行会社さんも現地の事情知らないところ多いです。私ね、2023年にペルーのツアーを企画してました。その時日本の旅行会社さん何社かとお話をさせていただきました。ちょっとその時にね、びっくりしたんですよね。皆さんがトラブルに巻き込まれないようにするために、一つだけ大切なことをお伝えします。ペルーの首都リマにあるホルヘチャベス空港っていうのは非常に危険なエリアにあります。基本的に日本から来ると深夜にリマ到着になります。その後そのままクスコとかマチュピチュに行くから、翌日移動の場合ってリマの空港周辺のホテルに泊まるっていうことがあるようですが、これはおすすめは
しません。ちなみにリマの空港の敷地内にあるホテルは大丈夫ですが、リマの空港から外には出ないでください。もし空港からホテルまでは送迎してくれるから大丈夫っていうような場合も、個人でホテルの外に出るということはやめてください。リマ空港があるエリアをカジャオと言います。カジャオ地区は街歩きを楽しむ場所ではありません。翌日自由行動がある場合は、多少時間がかかってもミラフローレス地区のホテルまで移動することをお勧めします。夜であれば30分もあればミラフローレスまでバスで出てこれますので、ミラフローレスのホテルに滞在して翌日気持ちよく目覚めて少し街歩きも楽しんでもらえるというプランが理想的かなと私は考えます。ペルーの交通機関についてお伝えします。ペルーでは流しのタクシーには絶対に乗らないでください。タクシーはホテルやレストランなので、信頼できるタクシー会社に電話をして呼んでもらうか、もしくはスペイン語ができる方は、Uber を使っても大丈夫です。ペルーには Uber 以外にもいくつか配車アプリありますが、おすすめしません。Uber は他社に比べて料金設定がちょっと高いんですけれども、それだけ審査も厳しいそうです。他の会社アプリはネットで書類をアップロードするだけだったりするので、変な人がね、混じってしまうんですね。特にアプリを使うときにクレジットカードを登録してしまうと、乗ってないのに料金請求されたりとか、トラブルに巻き込まれるっていう話もよく聞きます。スペイン語ができれば異議申し立てすることはもちろんできますけれども、めんどくさいですし、何より危険なのでやめてください。交通機関としてはタクシーのみで考えてください。ただタクシーも絶対に安全かというと、残念ながらそうではありません。 Uber も 100% 安全ではありません。必ず乗る場合はナンバープレートを確認すること、運転手さんの顔を見て変な感じがするようであればお断りしましょう。また乗車中は少し窓を透かしておいてください。時々あるんですけど、空調から睡眠ガスが出ていて、そのまま盗難被害に遭ってしまったっていう事件あります。なので窓は完全に閉め切らないようにしてください。かといって窓を全開にしてもダメです。信号待ちの時にカバンやスマホ取られることがあるからです。風に当たりたい時も窓を開けるのは半分くらいにして、カバンは足の間に挟んでおくのがおすすめです。セントロと呼ばれる旧市街地区のエリアは危険な道もあります。運転手さんが窓閉めて、カバン隠してって言ってくれたら素直に言う通りにしてください。運転手さんはね、熟知してます。ただ繰り返しになりますが、窓は全部閉めたらダメですよ。少し透かしておいてください。敵はどこにいるかわからないんです。ローカルなバスにも乗ってみたいっていう人は、必ず信頼できる地元の人と一緒に乗ってください。時間帯や走行路線によって安全度って変わりますし、客層も変わります。ペルー人でさえ最近はバスに乗らないっていう人も多いんです。理由はね、3つあります。1つ目はスリがいる、2つ目は拳銃を持った強盗が乗り込んでくる可能性がある、3つ目は売り子さんや物乞いが乗り込んでくることがある。この3つです。もちろん次のバス停のアナウンスなんてないし、そもそもバス停がどこにあるのかわからない道も多いし、バスが完全に停止していない、減速している状態で飛び降りないといけないこともあります。こんなのは朝飯前でもっと命の危険に関わることがたくさんあります。どこで降りたらいいかなーなんてぼーっとスマホ見てると、窓の外から手が伸びてきて、バイクに乗ってるお兄ちゃんがバイクを盗んで走っていくなんていう話もよく聞きます。皆さんはどうぞ正規のタクシー会社を使ってください。タクシーは日本に比べればそんなに高くないですし、アプリを使えば事前に値段も分かってますので安心です。現金はどのくらい準備すればいいですかっていう質問も多いです。ちなみにペルーは街中でアメリカドルを使うことができます。なので日本から来られる方はペルーソルではなくて米ドルを準備してくることをお勧めします。そしてペルーはカード社会なんです。タクシーでさえ現金持ってない、お釣りないっていう運転手さん多いです。なので普通の旅行者の方はビザかマスターカードがあれば大丈夫です。ただバックパッカーとかアマゾンのエリアとか、人が行かないような村に行くのが好きっていう方は完全に自己責任でお願いします。田舎の町では ATM さえない、銀行がないっていうところもありますので、現金必要です。さらに言うと、お釣りがない、小銭の準備がないっていうお店も多いです。なのでちょっと偏僻なところに行かれる方はスーパーとか大きめのお店で小銭をもらっておくことをお勧めします。米ドルの両替なんですが、町の両替屋さんでも悪くはないんですけど、ペルーって偽札が多いんです。ペルー人がお札をこんな感じで見てる時はですね、偽札チェックをして、主にここにある透かしを見ています。3つ4つくらいね、方法があるんですけど、とりあえずここの
の透かしが見えれば大丈夫っていう形で判断してる方が多いかなと思います。そしてペルーの街中では両替おじさんが立ってます。カンビオーカンビオーって言ってるおじさんは両替の人です。レートは少しだけいいことが多いようですが、このおじさんたちにお願いするリスクは2つ。1つ目は偽札が混ざっているかもしれない。もう1つは人に見られるということです。両替しているところを人に見られるとホテルまでついてこられたり、人気のない道に入ったところで盗まれるっていう話があります。なのでできるだけ両替しているところって人に見られたくないんです。という理由から手数料はかかりますが、銀行とかホテルでお願いすることをお勧めします。皆さんの安全が第一ですからね。両替レート見たいときはペルーエスベエセティポデカンビオで Google で検索をしてみてください。エスベエセというのはペルー銀行保険年金基金監督庁です。おそらくですけれども、ホテルでの両替レートもそんなに差はないと思います。大きな金額を両替するわけではないと思うので、ぜひこう安全と比較をして両替してみてください。参考になれば幸いです。ではここからはお財布を盗まれてしまった場合の対処法についてお話をします。盗まれてしまった、どこかに置き忘れてしまった、なくしてしまった、不正利用があったなども全て同じです。まずは落ち着いてデビットカードやクレジットカードの利用停止手続きを行ってください。ペルーの銀行であれば基本的にはアプリですぐに利用停止手続きができるはずですが、それぞれの会社の手続きを事前に調べておきましょう。アプリの中にはブロケアルタルヘタという項目があると思いますので、事前にどこにあるかチェックしておいてください。ブロケアル、ブロックするという意味です。ブロケアルタルヘッダーはカードをブロックしているので、口座自体は動いています。口座を止めたいというのは別の手続きが必要です。わからないときは誰か近くにいる信頼できる人にすぐに助けを求めてください。私もその時はすごい動揺していたので、カフェのお姉さんに頼んでやってもらいました。その間に日本のクレジット会社にスカイプ経由で電話をするっていうことをしました。焦ってるとわからないし見えなかったりすることもあるので、助けをね求めていきましょう。これが落ち着いたら続いては警察に被害届を出します。最寄りのコミサリーや警察署に行って手続きをします。今回ねスペイン語の単語をいくつか紹介しようかなと思ったんですが、やめます。ぜひスペイン語がわかる方と一緒に行ってください。ちなみにデヌンシアルエルロボで窃盗を告発する、名詞はラデヌンシアと言います。ラデヌンシアは告発とか申し立てという意味があります。っていうことを知っていても被害届を出してもらうまでにスペイン語で詳しい説明ができないと思うんですね。日本でもそうだと思うんですけど、かなり詳しく聞かれます。たとえこちらがいくつかの単語を覚えていたとしても、問題は警察官が聞いてくださってる質問が理解できないっていうことにあります。今回私も被害届の手続きを行っていて思ったんですけど、かなり詳しくその時の描写をしないといけないんですよ。警察官の人がしっかり理解できるようにその時の状況を描写をしないといけないので、かなりのスペイン語力が問われます。という理由からここは適当にやらずに、必ずスペイン語がきちんと話せる人にね一緒に行ってもらってください。今回私初めて知ったんですけど、被害届けって必要な場合とそうではない場合があるみたいです。まず銀行のカードを再発行してもらう時に、私は被害届けは必要ありませんでした。外国人登録書が無事だったからです。口座を開設した時の身分証がない人は被害届が必要だそうです。カメラやパソコンなどの物が盗まれてしまった場合は、日本の保険会社から現地の被害届が必要と言われる場合とそうではない場合があるようです。では3つ目です。カードの不正利用がある場合、銀行のコールセンターに電話をします。どうすればいいのかわからないときは支店に行けば教えてくれますが、手続きはペルーの銀行では基本コールセンターになるようです。もし皆さんがペルーや他の国での口座を持っていてカードを持っている場合、カードに保険をかけていない場合でも、ひとまず異議申し立てをしてみることをお勧めします。焦るなレクラマシオンと言います。メグサリアセルナレクラマシオンポルケアイコンスモスノレコノシドス、身に覚えのない請求があるので異議申し立てをしたいです、などが使えます。私の場合ここでも被害届は必要なく、電話でどの分が自分が使ってないのかというのを聞かれただけでした。日付と金額だけを伝えました。電話をしている最中に受付番号を登録しているメールアドレスに送ってくれて、14日以内に回答しますねと言ってもらいました。
ちなみに私は保険かけてなかったんですけれども、ペルーの銀行の方からは全額保証をしていただきました。ありがたいですよね。これはクレジットカード自体が盗まれてしまった場合だけではなくて、番号を盗まれてしまって不正利用された場合でも同じです。ペルーは良くも悪くも非常にフレキシブルなので、一度聞いてみることをお勧めします。最後にパスポートが盗まれてしまった場合は、大使館に連絡しましょう。各国の大使館はホームページがあって手続きを日本語で解説してくれています。在留国によって手続きが微妙に違う可能性があるので、それは皆さん自身で調べてみてください。ここからは今すぐできる安全対策5選をお伝えします。仕事、家族の事情、その国が好きで住んでいる方など、いろんな方がスペイン語圏に住まれていると思います。どんな状況であれ自分で責任もっと持たないといけないなと思いました。今回の件を通してたくさんの人に関わっていただいて、たくさんの方に助けていただきました。この経験通してですね、もっと自分で気をつけていかないといけないということをですね、改めて感じました。そしてこんな話を人にした時に、実は私もねっていう形で、そういう被害にね遭われたことがある方にもたくさんお会いしました。もし皆さんもどこかで被害に遭ったことがある方がいらっしゃれば、自分を責めないでくださいね。そこはね、ほんと気をつけてほしいなと思います。自分を責める思考にならないということです。自分が悪かったんだ、何々すべきじゃなかったんだっていう風に思うのは辛いじゃないですか。悪いのは盗む方が悪いんですよ。これは絶対に盗む方が悪いんです。でもその経験をしないようにするために、あなた自身にできることはあるよねっていうことですよね。周りの人もあなたに辛い思いをしてほしくないから、何々しちゃダメよ、気をつけてねっていうわけですよね。本当に今回私は次回も含めて改めるべきは、周りの忠告を聞かなかったり行動に移さなかった自分なんですね。人生いろいろあります。気持ちを切り替えてですね、今回ペルー人からいろいろ防犯対策を教えてもらったので皆さんとシェアしますね。対策1番、デビットカードもしくはクレジットカードの持ち歩きは1枚のみ。ついつい日本のクレジットも持ち歩いたりしちゃうんですよね。皆さんはやっちゃってませんか？必要なカードを1枚だけ持つっていう方法に変えてみてみてはいかがでしょうか。対策2、銀行口座は複数持つ。ペルーの銀行って普通預金の口座を複数持つことができます。しかもアプリで簡単に開設できます。私も今回知ったんですけど、ペルー人って普通預金の口座をいくつも持っていて、一つは給与を受け取って、もう一つはお金貯める用で、もう一つは普段使いの口座という形。この普段使いの口座の方には100ソルくらい、4000円くらいを入れていくだけ。それ以上の金額が必要な時はアプリで簡単に資金移動ができるから、その場で資金移動して支払うっていうことをやっている人が多いです。もちろん定期預金とか他の口座もあるんだけれども、普通預金の方でさえお金を残している方はカードと連携させていない口座っていう風に徹底させてる人もいました。安全対策バッチリですよね。最悪何かがあったとしても被害を最低限に抑えるための努力っていうのはしてるんだなっていうことを気づきまして、私も今はこの方法を取っています。対策3つ目、必要のない身分証は持ち歩かない。外国人カードとかパスポートってちょっとした手続きをするのに必要だったりするので、持ち歩いたりしちゃうんですよね。基本的にはコピーだけ持ち歩いて、原本はお家に保管するようにしましょう。対策4つ目、カバンは肌身離さず持つ。これはカフェの店員さんから教えてもらいました。カバンを隣に置いていたり、椅子の背中にかけたりしているとスリに遭う可能性が上がるそうです。スリする人ってオポチュニスタなんだよって言ってました。オポチュニだ、機会を与えたらダメっていうことなんですね。彼らにチャンスを与えないようにリュックを前にしたり、足の間に挟んだりしておきましょう。対策5、知らない人に街中で話しかけられたら要注意。皆さんは街を歩いてる時に時間や道聞かれることありませんか？バスとかカフェの中でも物乞いの人が入ってくることってありますよね。怖いのはこの人たちダミーで、実は仲間が奥に控えているっていうことがあります。ダミーが気を引いてる瞬間にカバンから財布やスマホを抜き取られたり、時間を聞かれてスマホを出した瞬間にスマホを盗まれるっていうようなことも起こっています。小さな可愛らしい子供がアルパカのキーホルダーを売ってて、1ソルだよって言ってくるから、お財布を出したらその瞬間にお財布を盗まれたとかね。嫌な時代ですね。こういうことって実際に起こりますし、安全だって言われてるミラフローレス地区でもですね、実際に起こっていますので、皆さんも気をつけてください。ちょっと冷たい感じするかもしれないですけど、道とか時間聞かれたら知らないで通しましょう。
ということで、ペルーの治安と安全対策についてお話ししてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。住んでる方も旅行者の方も十分注意して楽しい思い出たくさん作ってくださいね。恵美子さんのメルマガでは、ペルー在住歴8年、私の全てを詰め込んだ世界一わかりやすいスペイン語の教科書完全版をプレゼントしています。学習効率が悪い、時間がない、継続できないって悩んでいる方、世界最強の国際人になって世界中から求められ無駄に人生を楽しみたいのであれば、ぜひ動画下の概要欄から登録しておいてください。またこのチャンネルでは、短期間でスペイン語を話せるようになるための学習法をできるだけわかりやすく解説してます。これからも恵美子さんの動画見逃したくないと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ムチャスグラシアスポルベルミービデオ、チャオー。